次に長妻明君。長妻君。はい。長妻でございます、よろしくお願いいたします。まあ、やっぱり分かりやすい議論をすることで国民の皆さんのやっぱり支持がないとこれ自衛隊の皆さんの活動っていうのがですね効果的にできないと思っております。でこれは新法も含むですね大切な法律がたくさんございますんでですね、我々も含めて安倍総理も含めてちょっと分かりやすいご答弁をいただきたいんですね。で今日午前中ですね、まあ、自民党の方から今の安保法制はもうひどいと言わんばかりに問題がある問題があるとおっしゃってるんですが、これ当然自民党がこれまで築き上げてきた部分が大変多いわけですね。やっぱりですね、今日本の国の私はほとんどの制度が戦争の反省に立って憲法をはじめですね、いろんな法律はじめ戦争の反省に立って一つ一つ慎重に積み上げられてきて、そして安全保障の議論もですね、その今までは切れ目があると、それはおかしいと今日午前中の自民党の方おっしゃいましたけど、それは一つ一つ慎重にですね戦争の反省に立って教訓をかみしめてですね作り上げてきたというふうに我々は理解しておりますので、今回ですねやはりその一定の要件があればアメリカ軍と一緒に地球の裏側まで自衛隊が武力行使を可能となるような、これ一足飛びすぎるんじゃないのかというふうに私は感じているところであります。そしてですねちょっと今日持ってまいりましたけれども、まあ、自衛官の方が、まあ、こういう宣誓というのを胸に入れておられるわけです。中谷大臣も以前胸に入れられておられたと思いますが、ここにはですね私は我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、そして中略ですけれども、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の貫通に努め、もって国民の負託に応えることを誓いますということで、やっぱり今回の法制のですね、もう一つの視点というのは、自衛隊員の皆さんがですね、命を懸けて守るべき価値のあるものは何かと、まあ、いうことが大変問われていると思います。そのものがですね、国益にちゃんとかなうものなのかどうかという視点からですね、質問をしていきたいと思います。まずですねこの憲法についてなんですけれども、やはり日本がこれまで、平和な国だったのはやはりこの憲法とやはり日米同盟というのがあったと思います。その中でこの専守防衛ということなんですが、まあ、安倍総理昨日の答弁で専守防衛についてその定義、そして我が国防衛の基本方針であることにいささかの変更もありませんと、その定義にというふうにおっしゃられましたけれども、これ防衛白書にありますが、専守防衛というのはですね、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その対応も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢を言うと、まあ、こういうふうに定義されているんですが、これはまあ担当の中谷大臣にお伺いしますが、この相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使すると、これは相手から日本が武力攻撃を受けたときという意味でございますか。永谷防衛大臣。はい、これは閣議決定に至る前からも検討しておりますけれども、この専守防衛の意味におきましては、まあ、我が国の自国の平和と安全を維持して、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り入ることは、まあ、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないという、これは最高裁判所の判決でございますが、この基本的な論理、これは継続をいたしておりまして、今回の法整備におきましても、こういった論理の中で、我が国と密接な関係にある他国に対する攻撃の発生、こういうものも含めて考えているところでございます。
長妻昭君。ちょっと、いや、私、難しいこと聞いてるんじゃないんですよ。専守防衛の書き出しは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使しということなんですよね。で、相手から武力攻撃を受けたときというのは、相手から日本が武力攻撃を受けたときというふうに当然読むということでよろしいんですか。永谷防衛大臣。はい、先ほども説明しましたが、従来、この専守防衛の説明に用いてきた相手から武力攻撃を受けたときも、我が国が武力攻撃を受けたときを指すものと、考えてまいりました。他方、昨年の閣議決定におきまして、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、対応等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こりるという認識から、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合にも、自衛の措置としての武力行使が許容されるということで、この専守防衛の説明に用いてきた相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと、返しておりますが、いずれにせよ、我が国、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提と、いうことで、また他国を防衛すること自体と目的とするものではなくて、この憲法の精神にのっとった自動的な防衛戦略の姿勢を言う専守防衛の定義には何ら変更がないと認識をしております。長妻昭君。これは分かりやすい議論をと私冒頭申し上げたんですが、私いろんな方地元に帰ってですねお話しすると、専守防衛というのはいささかも変わんないんだと、国会で答弁聞いたけれども、専守防衛というのは日本を守ることなんでしょと、変わったんじゃないのと多くの方から言われるんですよね。ですが非常に分かりにくいんです。そうすると中谷大臣の今の答弁は、私は日本が一つ守ってきた大きな価値であるこの専守防衛について従来という表現されましたけれども、従来は相手から我が国が攻撃というふうに読んだけれども、今後はそれも我が国もあるけれども、密接に関係する他国も今度はこの中に入れると、これ定義変わってんじゃないですか。内閣総理大臣安倍晋三君。分かりやすく、先ほど大臣も答弁させていただいておりますが、改めて、答弁をさせていただきたいと、思います。今般の、整備にあたってですね、この専守防衛、という考え方は全く変わりがありません。なぜ変わっていないかということをこれから説明を申し上げますが、今般の平和安全法制の整備にあたっては、昭和47年に、示された政府見解の基本的な論理は一切、変更していません。この基本的な論理は、昭和34年の、砂川事件の最高裁判決で、示された考え方であります。すなわちですね、我が国が地獄の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取りうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといらなければならない。これがまさに基本的な考え方で、あります。審査要件の下で、許容される武力の行使はあくまでも、自衛の措置としての武力の行使に、限られているわけで、あります。それはですね、審査要件の第一要件を見ていただければ自明の理だと思いますが、我が国に対する武力攻撃が発生、あるいは我が国と密接な他国に対する武力攻撃が発生したことによってですね、我が国の存立が脅かされるわけですが、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福の追求の権利が根底から覆される明白な危険ですよ。これをですね、これをまさに防衛するというのは、これ専守防衛ですよということ、専守防衛であります。つまり
なぜこの三要件で、三要件についても変わりました。三要件について変わった。なぜ変わったかといえば、まさに、日本をめぐる、安全保障環境が厳しさを増す中において、どの国もですね、一国のみで自国の安全を守ることができないという状況になっている中において、我々は状況の変化に対応して国民の命と幸せな暮らしを守っていく責任を果たさなければなりません。そのことを皆さん忘れてはならないんですよ。その上において我々は新たな三要件を作った。しかし今申し上げましたように、この砂川判決、そして47年の政府見解の根本論理は変わっていないというのは、今申し上げればた通りで、ございます。長妻昭君。これ私、全然初歩的なことを聞いてるんですね。専守防衛というのは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて、防衛力を行使する。いや、だからはっきりおっしゃったらいいんですよ。定義はいささかも変わりないっていうんじゃなくて、いやいや、相手から武力攻撃、相手から日本に対する武力攻撃及び相手、密接に関係する第三国への武力攻撃、これも入るんだよと、それを追加したと、そういうふうにやっぱりおっしゃらないと、初めのきっかけの話なんで、非常にですね、いや、不信感があるのは、変えてない、変えてないって言ってですね、国民にはですよ、かなり変わってるように見えるわけですよ。変えてない、変えてない。で、総理、47年見解おっしゃりましたが、47年の政府見解では、一番初めにですね、外国の武力攻撃によってって書いたんですよ。外国の武力攻撃によって、国民の権利が根底から覆されるという窮迫不正の事態。ということでですね、集団的自衛権をこれは否定してるんですね、最終的な結論としては。ただ過程はこういう過程になっているわけです。そういう意味では外国の武力攻撃によってっていう47年見解の外国の武力攻撃っていうのは、これは外国の日本に対する武力攻撃というふうに読むわけですか。内閣総理大臣安倍晋三君。いわば先ほど申し上げました、砂川判決とですね、47年の政府見解は軌を一にするものでありまして、その考え方について申し上げますと、まさに砂川判決においてはですね、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取りうるとこう書いてあります。この中には個別的手段的という言葉は全く書いていないわけでありますが、この論理と機を一にする論理を47年見解でも展開をしているわけでありますが、当てはめにおいてですね、手段的自衛権の行使はこれは認められないということになったわけでございますが、我々は基本論理を維持しつつ当てはめを変えたわけであります。そこで大切なことはですね、これは長妻さんもですね、最初のところでこれ、いわばちゃんと理解をしていただかなければいけないわけで、ございますが、まさに簡単な話ですから申し上げますと、第一要件はですね、我が国の存立が脅かされる、我が国の存立が脅かされる、何回申し上げますが、我が国の存立が脅かされ、そして国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から脅かされる事態なんですよ。これは我が国が攻撃されればそういう事態になる。しかし他国が攻撃されてもこういう事態に当たる場合もあり得るということであります。当たり得るという例についてはですね、今でも例としていくつか申し上げてきました。それはまさに我々はですね、専守防衛とは変わらない。つまり近隣国でですね、紛争があってそこから逃れようとする邦人を乗せている米国の艦船が他国から襲われたときに、これを防衛するということはですね、まさに国民の生命、そして自由、幸福追求の権利を守ることになるわけでありまして、今まではそれはできなかった。できなかった。長妻さんはそのままでいいとおっしゃっている。で、我々はそうは思わない。そうは思わないんです。それは当然、守らなければいけないということであります。つまり、これは当然、専守防衛の中に。長いから。はい。わかりました。専守、まあ、答弁中です。はい。はい。委員長。簡潔にお願いいたします、はい。まさに関係ないことではなくて、これが本質なんですよ。本質ですよ。ですから、専守防衛とこれ密接にかかってますよ。それは専守防衛ではないと中妻さんはおっしゃるんですか。今私が申し上げた例は、これはまさに専守防衛だというふうに申し上げているわけであります。長妻昭君。
いや、なんでこれ拍手があるのかわからないんですが、私が言ったのは定義が変わったじゃないですかっていうことを言ってるんですよ。総理は定義が変わってないと。いや、変わったってなんでおっしゃらないんだろう。それで法制局長官おられますから、ちょっとお伺いしますが、47年見解ですね。これは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の権利が根底から覆される急迫不正の事態ということは個別的自衛権あるというふうな見解があるんですが、ここの外国の武力攻撃っていうのは、これは外国の日本に対する武力攻撃および外国の密接に関係する相手国に対する武力攻撃と両方これ含まれてるっていうことなんですね。47年見解っていうのは。内閣法制局長官。47年政府見解の、まあ、ご指摘の部分、外国の武力攻撃という部分でございますけれども、これはあの憲法9条の下で例外的に、自衛の措置としての武力の行使が認められるその理由を述べた、まあ、論理の部分でございます。で、この昭和47年見解のそういった基本論理を前提とした結論部分というのが最後に書かれておりまして、そうだとすればという部分でございますけれども、そうだとすればというところで、初めて、我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に限られるという文言が出てきます。つまり我が国に対するということが明示されるのは、そうだとすればという部分の結論の部分でございます。そうしますと、その前提としての外国の武力攻撃という部分は必ずしも我が国に対するものに限定されていない。で、当時におきましてはそのような国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆るような急迫不正の事態というのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという認識を持っていた。それと合わせて結論のそうだとすればということで、我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に限られるということが言われているというふうに理解しております。長妻昭君。これ47年見解、最終的には集団的自衛権を否定しているんですが、このよく引用されるですね、外国の武力攻撃によって根底から覆されると権利がですね、まあ、これは我が国のみならず外国が他国への武力攻撃というのも、この47年の時点でこれは含んでてこういうふうに書いたんだというふうに今おっしゃったわけですが、これ総理、これでよろしいんですね。内閣総理大臣安倍晋三君。まあ、法制局長官がですね、政府を代表、ただいま政府を代表して見解を述べているとおりであります。長妻昭君。これでも法制局長官、最終的には集団的自衛権の行使は憲法上許されないという結論が出てるわけですよ、これ。で、確かにその前提に、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするということで、他国というのは他国が我が国ということで書いてあるのに、ここの外国の武力攻撃というのは、ここの答弁を書いた時点ですでに密接に関係する他国というのも含まれて書いたということで、本当によろしいんですね。内閣法制局長官。この点は昨年来何度かご説明させていただいておりますけれども、昭和47年の政府見解の基本論理の部分にございますのが、先ほど申し上げた外国の武力攻撃によって国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処する。この場合に限って憲法9条の下でも例外的に武力の行使が許されるという、まあ、その基本的な考え方を述べた部分でございます。で、論理構造上それは基本論理でございまして、その後にそうだとすればということで結論を述べている。その基本論理とその結論を結びつけるものとして、まあ、当時の事実認識があるというふうに考えております。で、当時の事実認識というのはどういうことかといいますと、先ほど申し上げたような国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態というものは、
我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるというふうに当時は考えていたと。でその基本論理とその事実認識を合わせて、結論部分の我が国に対する旧約制の侵害に対処する場合に限られる、すなわち個別的自衛権に限られ集団的自衛権の行使は憲法上許されないという結論を当時は導いているということでございますが、今般その事実認識の部分を改めまして、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も、先ほど申し上げた基本論理で言いますところの国民の、まさに国民の外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという旧約制の事態に対処するということに当てはまるということであると考えたということでございます。長妻昭君、これはなんだかおかしな話じゃないかなと思うんですよね。その当時はこれは47年見解っていうのは、外国の武力攻撃っていうのは外国の日本に対する武力攻撃というふうに読んだけれども、今はそれはそうじゃない、外国の我が国の武力攻撃もあるけれども、外国の密接に関係する第三者っていうのも読めるんだと。途中で変えてというか、当てはめというか、解釈というか、それで変わってないっていうのはいかがなものかと思うんです。でこれですね、自衛隊というですね、もう一つ専守防衛と関係するのはネーミングなんですが、なぜこれ自衛隊という名前がついたのか、宮沢内閣総理大臣がですね、平成5年の2月4日の国会で答弁されてるんですが、目的は専守防衛、自衛のためでございますから、それならば自衛隊という言葉が適当ではないかというのが遠隔であったと思いますと。つまり専守防衛、当然この時の専守防衛っていうのは、私は定義を総理変えたと思うんですが、日本に対する攻撃というのがに対して防御するっていうのが専守防衛なんですが、それで自衛隊、自衛、やっぱり自衛というふうに言葉が感じるのは、当然その集団的自衛隊なんていうですね、ネーミングで考えている方はいらっしゃらないわけで、これそうするとですね、自衛隊っていう名前自体を私はですね、これ誤解を招くんで、これ皆さんとしてどう考えるんですか。自衛隊という名前、専守防衛の定義を私は変えたと思うんですが、自衛隊という名前自体もですね、これは非常に誤解を招いてしまうと、この法案が通ると思うわけで、ございます。そしてですね、もう一つ変わった点で言うと、同じ宮沢総理大臣の予算委員会でのご答弁、平成4年の2月19日でございますが、我が国が海外において武力行使をすることは、これは許されないことである。あるいは我が国は憲法によりまして、軍事大国にならないことを決心いたしております。また憲法9条もございまして、国権の発動としての武力行使をすることは海外においてできないという、これはもう確固としたことでございますと。憲法9条があるから海外での武力行使はできない、これは確固としたことだとおっしゃってるんですが、当然この解釈っていうか、この答弁は変えるということでよろしいんですね。内閣総理大臣安倍晋三君。海外での武力行使、いわば、一般に海外派兵は認められない、これはまさに一貫した立場でございます。その立場には変わりがないということであります。で先ほども、法制局長官が答弁をいたしましたが、いわば47年の基本的な論理というのはですね、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底返されず、各国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという旧約制の事態に対処するためのやむを得ない措置として、必要最小限度の武力行使は許容されるというのが、これは基本原理であります。もうその中において、三要件をですね、作り、そして、当てはめにおいて、いわばこの三要件の中において、
一部ですね、この3要件に当てはまる集団的自衛権の行使の一部容認を認めたと、当てはめたということで、まあ、ございます。宮沢当時の総理が答弁している、まあ、いわば海外派兵は一般にこれは認められない、これは当時からですね、まあ、個別的自衛権においてもそれは当然そうでございますから、これは同じなんですよ。集団的自衛権においても自衛権においてかかる制約においては当時も3要件がありました。必要最小限度というものも同じように入っていたわけでありまして、新3要件の中にも必要最小限度の実力行使にとどまるべきことと、こうあるわけでありますから、当然ですね、一般に海外派兵は許されないと、これは変わらないということでございます。長妻昭君。これ宮沢総理はですね、別に他国の領域とかいうお話ではなくて、海外ということでですね、おっしゃってるんですね。で、昭和29年の6月2日には参議院の本会議で海外派兵禁止の決議も出てると。これは別にその他国の領域でっていうことじゃないんですよ。さっきから議論がある、海外の武力行使これはできないと憲法9条では。でもそれは宮沢答弁は変わってないとおっしゃる。しかしこれ国民の皆さんどうですかね、聞いてて。私は大きく変わったと思うんですが、変わったということをですね、正直におっしゃらないで、変わってない変わってないと、さっきの専守防衛じゃありませんけれども、それは建設的な議論にならないんじゃないのかと、まあ、いうことを申し上げたいわけです。そして総理は先ほどですね、答弁の中で、この新三要件について、3番目のですね、必要最小限度というのは法律に明記されてますと、いうふうにおっしゃいました。何条に書いてあるんですか。え、誰、防衛大臣。あ、内閣法制局長官。法案と審査要件の関係でございますけれども、法案には審査要件が過不足なく書き込まれていると認識しております。審査要件に関しましては自衛隊法および事態対処法の改正に対応する規定がございます。はい。すなわち、まあ、要件が3つございますが、第一要件につきましては防衛出動について規定する自衛隊法76条第1項において規定がございます。また事態対処法においても同様の定義規定を設けております。第二要件につきましては自衛隊法および自衛隊事態対処法に規定がございます。委員長、まあ、ちょっと省略しましたけれども、第三要件につきましては従前の三要件と同様に防衛出動時の武力行使の権限を規定した自衛隊法第88条第2項において武力行使に際しては事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えてはならないと規定されているとおりであることから、これを維持するとともに今般事態対処法におきまして現行の第3条第3項において武力攻撃が発生した場合について武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するにあたっては武力の行使は事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならないと規定されていることと並べまして、新たに同条第4項において存立危機武力攻撃を排除するにあたっては武力の行使は事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならないとの基本理念を明らかにしているところでございます。長妻昭君。そうするとですね、今必要最小限度という言葉をおっしゃらなかったんですが、まあ、全部条文を読んでいただいたと思います。主には自衛隊法88条だと思うんですが、必要最小限度というのはこれそうですね、総理今やじおっしゃいましたが前からそうなんです。それは個別的自衛権でもそうです。武力行使は事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えてはならないと、これがなぜか必要最小限度というふうにですね、3要素ということで一般的には流布されているわけで、つまりですね、総理もおっしゃってるんですが、
こういうその対応の均衡性なんですよね、必要最小限。そうすると審査要件においてですよ、海外の例えば領土領海領空で、武力攻撃する、あるいは空爆をする、あるいは地上戦をする、これはですね、均衡性が保てればそれはできなくはないというふうに解釈されてしまうんじゃないですか。岸田外務大臣。この必要最小限度という用語ですが、国際用語でいうこの必要最小限度、国際法の用語としてのこの必要最小限度、これは均衡性を意味する、委員のご指摘のとおりであります。しかし同時に我が国においてはこの3要件を通じてこの我が国に対する武力攻撃、または我が国の存立が脅かされ国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険を作り出している我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を、これを排除する、こうしたために必要最小限度である、こういったこの枠を、この当てはめております。よってこの我が国におけるこの必要最小限度、国際法上、国際法の用語でいう均衡性、という意味とは、一致するものではありません。長妻昭君。それはちょっと違うと思うんですね。均衡性は均衡性で、ただそれを守る価値というのが日本の存立危機を排除すると、その限度におその範囲における均衡性と、いうことだと思います。そういう意味ではですね、日本の存立危機を排除するという、そういう前提の中での均衡性が保たれた武力行使であればですね、それは相手が非常に過大なですね武力行使をしている場合は、論理的にですね、地上戦とか空爆を否定するという論理にはならないはずなんです。歯止めがないんですよ。岸田外務大臣。午前中から議論がある中にあって、我が国の必要審査要件をこの満たすこの条件でありますが、再三出ておりますように、このイラク戦争あるいは湾岸戦争のようなこの大規模な空爆ですとか砲撃ですとか他の国に攻め込む、こういったことはこの認められない、この必要最小限度、この範囲を超えてしまう、こうしたことであります。均衡性というこの考え方、必要最小限度という言葉について国際法の用語としては均衡性を意味する、これはご指摘のとおりですが、今申し上げましたように我が国のにおけるこの必要最小限度は、今申し上げましたようなこの限定が加わっているわけですから、当然この均衡性の議論とは異なるということであり、我が国においてはあくまでも午前中からご説明しておりますように、そうした必要最小限度という限界があるからして、限定的にこうしたこの権利を行使することになるんだということでございます。長妻昭君。いや、つまりですね、先ほどから申し上げているのは、政府は空爆はしないんだと、そして地上戦もしないんだと、これは必要最小限度を超えていると、それは国民の皆さん、国会の審議を見てたらそうだと思ってしまう可能性があると思うんですね。ですから私が申し上げているのは、私は理論的に言えばですね、地上戦や空爆についても政府はやる可能性があるというふうに私は理解しているから質問しているんです。つまりどういう論理かというと、先ほどから申し上げておりますが、日本の存立危機を排除すると、これは他の国の集団的自衛権とは違いますよね。我が国の存立危機を排除するという前提があります。その前提でないと集団的自衛権行使できない、他の国と違うというのはよくわかります。しかしもし相手が大規模な武力行使をしているときに、日本の存立危機を排除できない武力行使、つまり地上戦とか空爆がなければ日本の存立危機を排除できないという、そういう均衡性がある状況の時には、それは空爆や地上戦も排除はできないと、そういう
論理的帰結を私は申し上げているんです。岸田外務大臣。先ほど申し上げておりますように、国際法上の用語としての定義は存在いたしますが、我が国におけるこの必要最小限度という言葉の使い方として、この新三要件自体が我が国の存立、あるいは国民のこの生命、自由、そして幸福追求の権利が根底から覆されるような明白な自由が存在し、なおかつ他にこの手段がなく、そしてその上で必要最小限度というこの条件をつけております。当然のことながらですね、今大規模な空爆、イラク戦争や湾岸戦争のような大規模なこの空爆等、こういったものはこの最小限の限度を超える、これは当然のことであり、それは行うことができない、これは再三ご説明をしている通りであります。長妻昭君。いや、最後が理論が飛躍しちゃうんですよね。その均衡性なんですよ、基本的にはどっちにしても。ただ前提が存立危機を排除する。じゃあ存立危機を向こうが大規模にやってですね、こちらが地上戦や空爆をしなければ存立危機が排除できないという事態になったらどうされるのかと、こういうことにもつながるわけで、ちょっとこれまた議事録を精査して、また今後ともやりますけれども、じゃあ総理、的確に今の質問に答えてください。今の内閣総理大臣安倍晋三君。今長妻委員のですね、理解は間違いです。まず間違いだということを明確に述べておきたい。それはもう再三再四外務大臣が答弁している通りでありまして、国際法上はですね、まさに均衡論としての必要最小限度、いわば武力行使が認められる中においてはですね、必要最小限度の中にとどまる。しかし同時にですね、我が国は憲法9条の制約の中において47年の政府見解があったわけでございます。そして今回の新三要件があるわけでございますが、その中における必要最小限度の実力行使にとどまるべきことと、これがあるわけでございまして、その中においてですね、まさに我々はそういう解釈の中において、一般に海外派兵は認められないというのがかかっているわけですよ。これも今でも、変わらないわけであります。ここは、いわば均衡論とは別の世界だということはもうお分かりいただけたのではないかと思いますよ。その中においてのですね、いわばホルムズにおける、機雷の、除去についてはですね、これはまさに、自動的、そして、限定的になるものであることから、これも均衡論とは関わりがないことでございまして、この必要最小限度の実力行使にとどまるべきことの3要件目には当たる可能性がある。ただもちろん第一要件については、それは総合的に判断する必要があるわけでございます。長妻昭君。ですから例外があるわけですよ、総理おっしゃっているように。ですからそういう意味では均衡論として、それで、必要最小限均衡だと、その目的を達成するために考えれば、その例外と私はなりうるんではないかというふうに考えているわけであります。そしてですね、そしたらちょっと聞きますけれども、これまで国連にですね、私の理解では13事例ほど集団的自衛権行使というのが安保理等に報告されていると思いますが、その中で例えば他国の領域ではない形で集団的自衛権行使された例というのは何例ぐらいあるんですか。岸田外務大臣。この国連に報告されている集団的自衛権行使の例、合わせて14件あると承知をしています。そしてその、対応についてご質問をいただきました。この報告の事例について具体的な対応について網羅的に把握することは困難であるとは思いますが、この要するに、他国の領土でないとおっしゃいましたので、多分公海とかですね、そういった部分を指摘されているんだと思いますが、この14の例 を見る限りはそれぞれ陸上での行使がほとんどのようであります。ただ一方で公海のみで、集団的自衛権が行使されること、これは事態によってはこれは十分、考えられることではないかと考えます。長妻昭君。だから今他国領域ということですね、今
っしゃったのは他国領域で、つまり公海上ではないということですね、集団的自衛権について。ですから、うん、じゃあどうぞ。岸田外務大臣。今申し上げたのは国連に報告されている事例についてのご質問だったと思います。そしてその事例を見る限りはそれぞれ地上で行使されているというのがほとんどであります。他国領域以外でとご質問、事例についてはそういうことであります、はい、長妻昭君。ですから集団的自衛権というのは基本的には他国の領域で、基本的というか全部報告されているのは全部なんですよ。だからこれ総理ですね、いやフルスペックでじゃあやらないと、その領土領海他国の領域では日本は集団的自衛権を行使しないんだと。つまり集団的自衛権を行使する際にも公海上に限定して、そこまでは領域の手前の公海上で日本は集団的自衛権の役割を一般的に果たすと、それが通例なんだと、こういうふうに理解してよろしいんですか。内閣総理大臣安倍晋三君。つまりですね、我が国のこの今般の平和安全法制における集団的自衛権の行使については、他の国々とは当然違う。それは今委員がおっしゃったようにですね、これはフルに集団的自衛権が行使できないということでありまして、その中で三要件の中に入らなければ行使できないということであります。その例として例えばですね、例えば公海上において米艦がですね攻撃を受けた場合、その例えばミサイルをですね、飛んできた対艦ミサイルを撃ち落とすことができるかどうか、今はできないわけでありますが、これはなぜかといえば集団的自衛権の行使に当たるということでございますが、これはですね今回の法改正あるいは解釈の変更によってできることになると、こういうことでございますが、しかし他国の領土領空領海に出かけていって武力行使を目的に出かけていってですね、空爆とか砲撃大規模なものを行っていくということは、これは第三要件に反すると、こういうことでございます。長妻昭君。国連に報告された14件は全部他国の領域でやっているわけで、総理はこの場ではそういうふうにおっしゃりますが、で私が本当に懸念するのは、国会答弁はそうだったけれども、実は行使してみたら他国の領域が一般的だったと、こういうことに本当にならないようにしないといけない。今までのやり取りを聞いていると私はですね不信感が非常にあるわけであります。そしてですね、もう一つは、じゃあ今回憲法の解釈を変えましたが、憲法改正を総理は考えておられるというふうに思いますけれども、総理というか自民党はですね、そういう意味でこの自民党の憲法改正9条という改正の試案を見てみますと、憲法9条を変えてですね、自民党は自衛権の行使には何らの制約もないように規定しましたと。つまりこの自衛権には国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは言うまでもありませんと。つまりフルスペックの集団的自衛権を憲法改正で認めていこうと、こういうのが憲法自民党の改正草案だと思いますが、憲法を今回これだけ私は解釈の限界を超えていると思うんですが、変えて、そしてそれでは足らずにまた9条を変えるということであれば、初めから憲法改正をして国民の皆さんに大きな議論を巻き起こしてですね、ご理解をいただくという手法を取った方が良かったんじゃないかなと私は思うんですが、自民党総裁としていかがでございますか。内閣総理大臣安倍晋三君。憲法改正については我が党はですね、立党以来、憲法改正を綱領として掲げてきているわけであります。我が党にはちゃんと綱領がございましたから、そこでですね、そこで、この9条も含め、憲法前半について、全般について我が党の考え方について述べさせていただいている、この改正案については谷垣総裁の時代にですね、自民党の多くの議員が参加をして議論を重ね作り上げたものでございます。
この憲法というのはまさに国民的な議論が深まり広がっていかなければ憲法法改正というのは成就できないのは当然のことであろうとこう思います。と同時に我々は常に国民の生命とそして幸せな暮らしを守っていくという責任を持っているわけであります。大きく変化する安全保障状況にですね目をそらすわけにはいかないんです。我々はそう考える、中妻さんはそうではないかもしれませんが我々はそう考えるわけでございます。そこで、いわば集団的自衛権の行使についても、いきなりですね、常に、いわば海外の領土にいきなり行くと、しかし我々は行かないと言っている。しかし行かなくてもですねやるべきことはたくさんあるじゃありませんか。先ほど来申し上げているように、法人を退避してくる、盗品を退避させるための、いわば米軍の艦船をこれは守らなくていいのかと、公海上であって、攻撃を受けた場合我々はそうは思わないからこそ変えるわけで、あります。いわば長妻さんはそれも必要がないとこうお考えかもしれませんが我々は変えるべきだろう。しかし同時に、憲法の制約がある中においては、海外派兵は一般に禁じられている。この論理は当然貫かなければならないとこう考えているわけでございまして、憲法についてはまさにこれからしっかりと国民的な議論が広がっていくことを期待したいとこのように思います。長妻昭君。いや全く答えずに何かこう安倍総理こそレッテル貼りじゃないですか。米艦船が攻撃を受けていて何も日本はしなくていいなんて私一言も言ってないですよ。そんな話題もしてないのになんで決めつけるんですか。日本は周辺事態法があるでしょ。周辺事態法あるでしょ。日本を守っている米艦船に対して攻撃があるとき、例えば周辺事態法で支援する、あるいは私が10年ほど前ですね国会で質疑をしたときに法制局長官がご答弁があって、公海上で日本を守るために展開している米艦船に対する攻撃をもって我が国に対する武力攻撃の着手とみなすこともあり得るという答弁もあるわけですよ。これは着手っていうのは物理的に、総理お分かりですよね、物理的に攻撃を受けていなくても実際に着手があればですね我々反撃できると。アメリカやカナダはもっと幅広に着手という概念を広げておりますが、個別的でも。でも日本はそういう国会答弁の積み重ねがあるんですよ。何かレッテル貼りでですね米軍が攻撃されたら日本周辺で日本は何にもしないでいいと、そういうふうに長妻は思っていると、そういうレッテル貼りはやめてください、やめてください。それで今の質問は憲法9条を変えてフルスペックの集団的自衛権をこれねえそういうふうに実現しようというふうに自民党の憲法草案に書いてあるのに、今回憲法の改正をせずにですね、解釈でやっていくというのはいかがかということです。これは指摘をしておきます。そしてですねこれ先ほどからの自衛隊のリスク論、大串さんも質問しましたけれども、もうちょっとですね視点を変えていくと、総理は抑止力ということをよくおっしゃります。抑止力が高くなるから全体として安全が確保できると。ただ安全保障の世界にはセキュリティジレンマというですね安全保障のジレンマという言葉もあるわけですね。これ総理ご存知だと思いますが説明いただければ。内閣総理大臣安倍晋三君。安全保障のジレンマというのはですね、基本的に、これはまさに抑止力を効かせるためにですね、こちらがいわば軍事力を増強していくことによってですね、いわば相手方もですね反応していくということになっていくわけでございます。ただそれはですね、まさに抑止力を全く効かせなくていいということにはならないわけでございまして、しっかりと抑止力を効かせていく中において外交努力をしていくというのは当然のことであろうとこのように思います。同時に先ほど長妻委員がおっしゃったわけでありますが、いわば公海上でですね米艦がいて米艦が攻撃されれば直ちにですねこれは個別的自衛権として米艦を守るということは基本的にはですねこれは認められないわけでありまして、基本的な考え方としてはですよ。ですから私は先ほど申し上げた
わけでありまして、周辺事態安全確保法においても、やっぱ戦闘地域となればですね、それはそこから出ていかなければいけないわけでありますし、飛んでくる対艦ミサイルを撃ち落とすなんてことはもちろん、これは許されないわけであります。まあ、ですから私が申し上げたことは、まあ事実であろうと。ですからそれはそのままでいいんでしょうかということを申し上げたわけであります。ですから、まあ、ただ長妻さんは確かにそれはやらないんだということは明示されていないかもしれませんが、やるとも明示されていないわけでございまして、こんな重要なことをですね、やるとかやらないとかいうことについて立場を明確にしなくて果たしていいのかというのが私どもの疑問でもあるわけでございます。長妻昭君、まあ、総理本当にまたレッテル貼りは本当にやめていただきたいんですよね。これですね、総理いいですか。これ米艦船がさっきも申し上げましたように公海上に展開していると、でそれに対する武力攻撃において、これは時と場合によっては着手としてですね、反撃することもできうるという国会での答弁もあるわけで、しかもですよ、今回の今ここに出ている集団的自衛権の行使はフルスペックじゃないわけですよね。これ我が国の存立危機、権利が根底から覆される、私はこれもほぼ切迫事態や着手にかなり重なっている部分が大きいと思うわけです。そんなにですね、幅広に使えないわけですよ。そういう意味では周辺事態法でですね、きちっとそれをサポートをして、そして明日また我が党質問しますが、我々が考えている新しい法案できちっとサポートすると、フルスペックの集団的自衛権ではないと言いながらですね、私はフルスペックの当てはめになりかねない、そういう国会答弁を聞いて感じるわけで申し上げているんです。それでですね、これ総理ちょっと全然お答えになっていただかないんですが、まあ安全保障のジレンマっていうのは基本的には抑止力を高めていくと、まあ、相手も抑止力を高めて、そしてどん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 それがエスカレーションして結局は抑止力が効かなくなる、まあ、こういうようなリスクも考えていかないといけないということを私は申し上げたつもりであります。そして次にですね、安保条約について、総理はいろんなところで総務性を高めなきゃいけないというふうにおっしゃってるんですが、これはどんな意味でございますか。内閣総理大臣安倍晋三君。まあ、先ほどその、いわば抑止力のジレンマについて言えばですね、これは相手がですね、相手方がいろんな疑念を持ってくる、ということにもつながっていくわけでありますが、我が国の場合は透明性を持っています。 100% ですね、透明性を持って、防衛費も、防衛力についてもお示しをしているわけでありますから、他国が我が国がですね、どれぐらい大きいものを持っているんだろうという疑念の中において、さらに自分たちの軍事的能力を増やしていくということには基本的にはならないということは押さえておく必要があるんだろうと思います。そこで、いわば総務性を高める、総務性を高めるということについてはですね、まあ、いわばまさに旧安保条約の話を、まあ、午前中展開をさせていただいたわけでございますが、これはまさに、まあ偏務的なものであったわけでありますが、かつ偏務的ではあるけれども防衛義務も入っていなかったわけでございます。で、安保条約を改定したことによってですね、5条で、共同対処をしていくという、日本防衛義務が入りましたが、同時に、我が国がですね、我が国が極東の安全平和と安全の安定のためにですね、我が国の施設を地として使用することができるということで、いわば総務性が総務的な条約になっているわけでございますが、お互いにですね、大切なことはお互いに助け合っているという気持ちを持っていくということもこれ大切なことでありまして、共同対処するということが書いてあるから自動的にですね、自動的に常にということではなくて、やっぱり、まあ、米国も日本をしっかりと必要としていて、米国の国益にも、日米同盟をしっかりと維持、堅持、強化していく、そして日本に何か戦火が及んだときにはしっかりと共同対処していくという認識を、これ民主主義の国家ですから国民的にも持っていただく必要も私はあるんだろうと、このような認識から申し上げているわけでございます。そういう中におきまして、まあ、今回新しいガイドラインを定めまして、
そして今回この新しい法制を行っていくことによってですね、日米の同盟はより機能が強化されていくと、このように思うわけでございます。長妻昭君。まあ、先ほどちょっと総理は一問遅れでまたいろんなことをおっしゃるんですけれども、まあ安全保障のジレンマの話ですが、透明性が、まあ、日本は高いと、それは日本よりも透明性の低い軍事力の中身がベールに包まれている国というのは確かにありますが、透明性が高いとですね、安全保障のジレンマは起こりにくいと、こういうこととはあまり相関関係ないと思いますよ。ちょっとそういうことをもうちょっとですね、お考えをいただければと思っております。透明性が高いと安全保障のジレンマは起こらないと、起こりにくいと、こういうようなことをおっしゃりましたけれども、まあそれは私はもっと別の考え方だってあると思っております。そしてですね、安全保障の話ですけれども、安保条約、これそうすると今回ここに出ている法律というのは安保条約の総務性を高める方向になるということなんですか。内閣総理大臣安倍晋三君。安保条約に記載している5条と6条これあります。条約上の義務は全く変わることはありません。つまり新たに我々にですね、条約上の義務が発生するわけではないということは申し上げておきたいと思いますし、新ガイドラインにおきましてもですね、このガイドラインによって新たな義務が発生するわけではないということであります。しかし新しいガイドラインによってですね、また今回の平和安全法制によって日米同盟の効率性あるいは機能性も含めて絆は明らかに強化されるわけであります。それは抑止力につながり、日本の平和と安定につながっていくんだろうと、こう考えているわけであります。いわば抑止力のジレンマということをおっしゃったわけでありますが、抑止力のジレンマがあるからでは抑止力はいらないんだという話では全くないわけであります。その中において我々は透明性を持ったしっかりとした抑止力を持ちながら、この軍拡競争には決して陥らずに、しかし日本はしっかりと守っていくという防衛力を持ち続けると、こういうことでございます。長妻昭君。相当総理はレッテル張りですね。抑止力のジレンマを言ったらば、抑止力はいらないって言うんですねと。相当単純というかレッテル張りがお好きだなというふうに思うんでございますが、そうするとですね、これ安保条約の5条と6条でありますけれども、これある意味では集団的自衛権を入れるというようなことで、アメリカとのですね、総務性が高まるというふうに考えるとすれば、これは6条における基地提供については、これは軽減をするというような考え方も安保条約の中で出てくるわけでしょうか。内閣総理大臣安倍晋三君。安保条約の条約上の義務はですね、双方にとって全く変わらないというのは申し上げたとおりであります。6条においてですね、我々は基地の提供を供与するという義務を負っているわけでございますが、その中においてですね、基地が沖縄に偏在をしている、沖縄の基地負担の軽減に向けて我々はしっかりと歩みを進めているわけであります。今回の法整備いかんにかかわらず、これは進めていかなければいけないわけでありまして、嘉手納以南の返還、これも今着実に安倍政権になって、これ進んでこなかったものが新たに進み始めるわけであります。そして辺野古への移設についてでございますが、これはそのまま基地が移設されるわけではなくて、面積においても縮小されるわけでありますし、防音施設が必要な戸数が1万戸現在あるわけでありますが、それをですね、ゼロにしていくということでございます。今後ともですね、基地負担の軽減に全力を尽くしていきたいと、このように考えております。長妻昭君。はい、これで終わりますけれども、変わらない変わらないと言ってですね、実態は変わっているんであれば、ちゃんと変わったっていうのを真摯に国民の皆さんに説明するべきだと思います。よろしくお願いします。はい。